長寿で贈られる葬式饅頭葬式饅頭とは、長寿に提供される饅頭の総称。地域により、饅頭の種類は異なり、かすが饅頭、清白饅頭、紅白饅頭、おぼろ饅頭、中華饅頭などがある。日本では葬式に際し、伏せや慈悲といった宗教的な背景から生じた、様々な民族的習慣による行為が行われるが、葬式饅頭もその一つである。 背景には仏教的な思想の伏せや慈悲の意識が強く影響している。葬式饅頭を配るのは、個人の所有していた財物を残されたものに喜んでもらえる形にして返すという意味がある。人は、生前には物欲を断ち切れずに、その結果、死後に財物を残す。遺族はせめて死後にその財産を天ね世間に返すことで個人の滅罪を計り成仏することを祈る。 こうした行為を仏教では、伏せと呼び、葬式饅頭もその一つの手段に過ぎない。このため、羊羹やおはぎで代用する地域もある。昔は甘いものは、普段なかなか食べられなかったため、非常に尊ばれた。昭和40年代までは、全国的に小銭を入れたおひねりをたくさん準備しておき、墓地までの、道すがら巻く、または小敷に施すといったことも行われた。なお、 静岡県遠州地方のお平パンや山陰地方の葬式パンのように葬儀や法事の引き出物として菓子、饅頭ではなくパンを用いる地域も存在する。ありがとうございます。